はい、皆さんこんにちは、シャトヨシャトです。今日はコダクトに穴開けですね。以前開けました。ワンスパン3メーターごとに1個です。はい、こちらの針金、はい、バーナーで炙って溶かして開ける。はい、正直ですね、私これ怖いんですよね、爆発しそうで。ってことで、去年から教えていただいた視聴者の方に、はい、教えていただきましたんで、そちらをちょっとこしらえてですね、はい、穴開けしていきたいと思います。ご視聴よろしくお願いいたします。行ってきます。はい、準備していただくのはこれちょっと急遽買ってきた、これ全部で、はい、1300円ぐらいでしたね。これ1メーターにカットしてある、これちょっと高かったんですけどね、 VP なんで、 VP30、 はい、厚みのあるやつですね。薄いやつでいいと思います。これ内径が3センチ、外径だいたい4センチですね。500円玉よりちょっと直径大きいやつ、両面テープですね。両面テープをまずここに一周巻きつけます。はい、もう一箇所ぐらいつけときますかね。はい、はい、ここに刃をくっつけていくわけですが、あれ、ああ刃が違う、出た、こちら、はい、これではできないです。はい、こっちですね。はい、アートナイフの替え刃、ここが刃になってるやつですね。ここで刺してダクトに穴を開ける。はい、この油はしっかり取らないと。はい、先ほど全部つけたんですけど、全部バラバラバラっと落ちちゃいましたんで、油をしっかり取ってくっつけていく。はい、はい、つきましたね。輝いてますね。一発目はちょっと優しく巻く感じですかね。優しく、どうでしょうか。これはすごいですね。はい、開けてみます。はい、これちょっと今座ってやりますけど、刺します。いきますよ。おっ、どうでしょうか。これ見てください、これすごいですね。おっ、うお、はい、初級者編としてはカッターでこうバッテン、はい、切り込みを入れていくと。風がいまいちですね、これいまいちですね、本当に。本当風が出てきませんので、はい、これでバーナーで炙って、でこれを押し当てる。はい、これもまあ綺麗に取れるんですけど、はい、全然綺麗にいかなかったですね。どうだったでしょうか。楽しい農業ですんで、やり方は多数、自分に合ったものを選びたいですもんね。前回クイズの回答はクオリティパック、野菜コンテナ専用のセンドシートですね、はい、が正解です。クオリティパック、はい、そして今回のクイズは私が使ったカッターの刃の名所ですね。はい、ご注意願います。以上、シャドウでお送りしました。じゃあ、また。